今日はですね、好き嫌いという女子中高生に向けたライトノベルを紹介したいと思います。私はですね、このチャンネルで古典の哲学とかですね、古典の文学とか、そのようなことばかり話しているんですけれども、なぜ古典なのかっていうと、古典っていうのは時の流れの中で淘汰されて生き残った文学であるので、言説であるので、読む価値が高いものが多いんですよね。 まあそれに対して現代文学って言われるものは時間の流れに淘汰されていないので、まあ玉石混合というか、一体何が出てくるのかお楽しみみたいな、まあ、そういうようなところがあるんですよね。そういうようなことの、まあ、実践としてですね、何でも読んでみようということで、この女子中高生向けのライトノベルっていうのを私の娘の本棚から引っ張ってきて紹介するっていう、そういうことになりますね。この「好き嫌い」っていう小説のあらすじなんですけれども、まずですね、女子高生ある女子高生が主人公なんですけれども、この同じ高校の軽音楽部のボーカル担当のイケメン男子っていうのに告白されるんですよね。なんかうさんくさいっていうことで断るんですけれども、相手はしつこくて、まあでも高校生同士なんで、ワイワイやってるうちに仲良くなって、そしてこのイケメン男子、音楽の才能があって、学園祭での演奏が大人気で、実は女の子思いのいいやつで、なんかそうこうしているうちに2人は付き合うようになって、そしてこのイケメン男子のかつての彼女が今をときめく歌姫っていう、そういうようなことで歌姫という表現がなされているんですけれども、 まず歌姫なるものがですね、現在世界に存在するのかっていう、そういうことを私疑問だとは思うんですけれども、まあこの歌姫にですね、イケメン男子は一緒にアメリカに行こうっていうふうに言われるんですけれども、 イケメン男子はこれを断って、日本でですね、今の彼女と音楽を頑張りたいみたいな、そういうふうなことを、まあ、告白して、まあ、大体小説は終わるんですけれども、一体この小説は何なのかっていう、そういうようなことなんですけれども、これですね、まあ、会話みたいな、それぞれの登場人物の告白みたいな、そういうようなことを抜粋してみるとですね、イケメン男子はこのように言ってますね。俺さ、甘えてばっかで支えてもらってばっかで、だから歌姫が好きだっていうのも憧れとかそういうものだと思ってたんだっていう。そして歌姫は、一期一会って言葉があるみたいに、出会いと別れは人生につきものじゃない。だからさよならばかりがクローズアップされちゃうけど、でもさよならから学ぶこともあるんだよねっていう。そして主人公の女子高生の告白っていうか、そういうものは、好きと嫌い、ダメだ、全然わかんないよっていう、このようなですね、会話の連続なんですよね。一体これは何なのかっていう、そういうことなんですけれども、これはですね、私が思うに、女子中高生の胸をキュンキュンさせることに特化した小説っていう、そういうようなことになると思いますね。まあ、すなわち50を過ぎたおじさんが読むようなものでは全くないっていう、そういうようなことで、まあ、ある種のですね、小説という形態の、まあ、究極形っていう、そういうようなことで、例えばですね、日本で多い私小説っていう、そのようなジャンルで、まあ、私小説の究極形、まあ、私小説の極北って言われるのが、加村五十太という、そのような小説家なんですけれども、おそらく青空文庫にあるんで読んでもらえればいいと思うんですけれども、ある種ですね、奇怪な私小説ですよね。まあこの、まあどういう小説かっていうと、まあ、人間失格っていう、そのような小説を、突き詰めたような、そういうふうな小説群を書いた人ですよね。まあ、このようにですね、ある種の小説っていうジャンルの中の、まあ、辺境の小説ジャンルのその極北っていう、
その辺境っていう、そのようなもので、ある種の人たちに特化したような、まあ、そういうふうなことになると思いますね。そしてですね、このライトノベル好き嫌いっていうのは、ね、調べると、こう埴輪なる人物がですね展開する動画、ボカロ、漫画、アニメなどのメディアミックスの戦略のその道の上に存在している、ある種のメディアミックス戦略の一つの、まあ、作品っていう、そういうようなことになって、このような女子高生の胸を、女子中高生の胸をキュンキュンさせるためのメディアミックスっていうものが存在していてですね、その一翼を担うのが、その一翼としてですね、小説の一翼を担うものがこの好き嫌いっていう小説らしいですよね。まあ、このようなものの世界にですね、囲まれてですね、女子中高生は、まあ、どういうふうな、ね、感覚になるのかっていう、そういうようなことを思うんですけれども、まあ、なんていうんですか、幻想が現実になるみたいな、このようなイケメン男子に告白されて、それを断るみたいな、そういうふうなですね、現実と、そういうのは加工とですね、虚構と、実際の学校生活の現実っていうのが、まあ、どういうふうに関係しているのかっていう、そういうようなことを興味深くなって、私ですね、この小説を読んで娘に聞いたことがあるんですよね。まあ、5年6年ぐらい前ですかね、この小説についてどうなのかっていう、さらに突っ込んでですねこのイケメン男子にストーカーされるっていう、これはどうなのかっていう、ストーカー自体よろしくないと思うんですけれども、自分の娘がですね、誰かイケメンとはいえですね、男にストーカーされるっていうのはちょっとどうかなっていう、ちょっとこうその男の子に問い詰めたくなるような、そういうようなことになるんですけれども、このようにイケメン男子に告白されるっていう、この小説のストーリーの、まあ、基礎構造はどうなのかって娘に聞いたんですけれども、それに対しての娘の答えがですね、イケメンでもブサメンでもリアルのストーカーは無理、でもイケメンのストーカーは二次元では OK っていう、そういうふうなことを言ってましたね。彼女たちはですね、女子中高生たちは、すなわちこのようなメディアミックスっていう、奇怪なメディアミックスに囲まれていてもですね、現実感覚っていうのは忘れてはいないっていう、そういうようなことを私は思いましたね。今日はですね、好き嫌いという、まあ、ある種の、女子高生向けのライトノベルっていう、そのようなものを紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。